ト場の前にある、川の方に朝から散歩でやってきました。思ってるよりも上流なのかなと思ってたけど、まあまだまだ中流ですね。うん、今日はキャンプツーリング2日目、予定では何て読むのかな、すんまた橋そっちの方面まで、ここからね60キロぐらいあるのかな、うんうん、走っていってみようかなと思っております。録画されてるかな。すんまた橋の方に今向かってます。後ろを走るですね、友人のバイクにもですね、私のあのソニーの HDR300 AS300 ですね、そちらをつけましたので、まああの多分、まあ、友人が張り切ってですね、コーナーのたんびに煽ってくれるんじゃないかなと思いますが、張り切っていきましょう。こんな道になっちゃったよ。おっかない。何。わかんない道に来ちゃったよ。えらい道に来ちゃったな。怖いぞ。ひょえ。えらいところに来ちゃったな、おい。とりあえずこういう道がひたすら続く。前行く？前。うん、どれぐらい離されるか。張り切って走らないでね。こういう道だからやっぱりバイクは来るんだね。コーナーが続くとあっという間にいなくなっちゃう。わお。よいしょ。あれ、もう見えねえよ、どこ行っちゃったんだおい。はい、行きます。南下村、うわ、もう桜が咲いてるよ、おい。桜だ桜。
バス停だって、ここバス通るのすごいな。山道ちょっと真剣モードっていう感じですね。こういう山道、私は真剣モードにならないとダメなので喋ってねえけどね、結構ね砂や砂利や小枝がつけてね滑るのでおっかないっす。よいしょ、わーい、この道でいいのか。すごい道走るね個人的には勘弁してほしいなスパイダーだったらね、こんな道多分喜んで走ると思うんだけど、バイクで走るには怖いよ。すっげえ民家だからな、止めらねえね。え、なんですか。すっごい道だよこれすごい道だよちょっとごめんなさい、ちょっと休憩何なのあの道何なのあの道さっきの道楽しいやん楽しいっていうより、ただこんな道に来てしまったらどうしようとか思ってたら、なんでこんなところに民家がなってんだよとかすごいんだよえ、ここ普通に住んでんじゃんみたいな。ええー、みたいな。こう。ああ、びっくりした。国道、これ国道になったよ、おい。これで国道なんだってさ。国道。国道、国道、国道、国道。
まあ満足したので行きます。タイヤの空気圧を落としてないから全然ダメ。大渋滞だね。えらいことだ。混んでるね。参った参った。バイクもいっぱいいるんだけど、車も多いね。なのでね、飽きてきちゃった。うん、なんだけどあと 2キロで着くんだけど9分もかかることになってる。4番だって。これだよ。じゃあどれ？今ここがそこや。うん。だからこれをまっすぐ行って、こっち行かずにまっすぐ行って、トンネル抜けて。あ、ここ？うん。はい。あ、そう。